受信トレイのメールを削除せせずにスッキリさせる機能アーカイブについて解説しますアーカイブという言葉には記録保管場所保管するという意味があります長い期間にはたって Gmail を使用していたりたくさんの人とのメールのやり取りをしていたりすると Gmail 内に大量のメールが保存されていきます いつかまた見るかもしれないし探したくなる時が来るかもしれないけれども普段はそのメールをもう見ることはほとんどないといった時にメールのアーカイブをすることで受信トレイをすっきり少なく保つことができます受信トレイのメール一覧からアーカイブの操作を体験してみましょう受信トレイをクリックして画面中央のメール一覧から アーカイブしたいメールにマンスカーソルを合わせて、メールの右部分のアーカイブをクリックします。アーカイブの操作の直後には取り消しができます。アーカイブしたメールは受信トレイに表示されなくなります。アーカイブしたメールは Gmail のデータの中から削除されたわけではなく、受信トレイには表示されないというだけなので、安心してください。 gmail のトップ画面にあるすべてのメールというラベルからアーカイブしたメールを表示することができますすべてのメールは普段は gmail のトップ画面からは見えない場所にありますメインメニュー画面左の地震トレイの並びの一番下にあるもっと見るをクリックすると表示されていなかったラベルと一緒にすべてのメールが表示されますメール一覧から アーカイブしたメールにマウスカーソルを合わせると、メールの右側に表示されるアーカイブのアイコンの色が薄く表示され、すでにこのメールがアーカイブされたものだということがわかります。アーカイブの設定を解除して、やっぱり受信トレイに表示されるようにしたい、ということもできます。メール一覧からアーカイブを解除したいメールを右クリックして受信トレイに移動をクリックしましょう。 メールに対してアーカイブの設定の解除をした後に Gmail のトップ画面から受信トレイをクリックすると受信トレイに表示されます受信トレイではない特定のラベルに表示させたい場合はメールをドラップドロップしたり画面上部のラベルボタンをクリックしてラベルを指定します